い、ということで皆さんお疲れ様です。エントです。今回はこちらのキャラ、皆さんご存知ゼノンですから、ガンドルフについて、VIP に行くために必要だった立ち回りについてご紹介していきます。では、これからご説明する目次についてですが、まず最初にこれだけは覚えておきたい主要コンボ3つの、紹介と、あとガノンドルフの基本となる立ち回りで、序盤から中盤にかけての立ち回りと、終盤の立ち回り、最後にまとめっていう形でお伝えさせていただければと思います。では早速、必須となるコンボの、紹介です。1つ目は、下投げからの空エドになります。こちらのコンボは少しコツが必要で、下投げをする際には相手にね、ベクトル変更をさせないために掴んだら即投げですね、即投げをするようにします。その後、ワンステップ、横にワンステップした後に空エドという入力で、だいたいね 27% ぐらいの火力を稼ぐことができます。2つ目は、DA からの、ダッシュアタックからの空エドになります。これは、ダッシュアタックをかさ当てした場合のコンボになります。とりあえず DA を打ったら空エドを出せるようにしておきましょう。で、3つ目です。3つ目は、空下からの空エになります。こちらも空下を当てることができたら空エを出せるようにしておきましょう。ちなみにパーセントによっては、空後やウエスマッシュが確定します。では次に先ほどのコンボも踏まえてガノンドルフの基本となる立ち回りについてご説明します。基本は空エや下強で牽制をしながらラインをね、じわじわと詰めていく立ち回りが強いです。この ガノンドルフっていうキャラなんですけども、とてもね、足が遅くて、飛び道具もない代わりに、一撃の火力が高いんで、接近戦に持ち込めさえすればとても高いリターンが見込めます。ただし、技の後突きはしっかりとあるんで、空N や下強は先端をね、先端をこすって、確定反撃にならないように、していくっていう立ち回りが必要になってきます。では、具体的にどのような立ち回りをすべきかっていうことについて、飛び道具ありのキャラとそうでないキャラの場合に分けて説明の方していきます。まずは、飛び道具なしのキャラの場合ですね、基本は小ジャンプの空 N を振りながら、少しずつ相手を崖側に追い詰めていきます。これはラインを詰めるとですね、この時空 N の、振り方としては、基本的には置き技です。相手の空中攻撃の出始めを叩くような形で振ると、相手が動いた際にうまくヒットしてくれます。ここで空 N を振り続けていってあげると、相手からの行動としては、ガードを張ってからのガーキャン行動を取るか、もしくは空 N の後突きを狩りに来ることが多くなってきます。なんでそれぞれの対策として、ガードの相手に対しては、反撃されないようなギリギリガードに触れないラインでの空 N を振り続けるということで、相手がもうガードを張り続けることで、ガードの持続時間を削っていきましょう。で、2つ目の対策としては、空 N の後突きについてですね、空 N の後突きをついてくるような相手に対しては弱でごまかすようにしましょう。ガノンの弱が最速7フレームなんで、空エネの先端を当てるようにできていれば、相手のステップの出始めを叩くことができるようになります。もし、弱が届かない場合は続けて下強をこするようにしましょう。で、弱で届かない半歩先の相手に対して、下強ですね、リーチが長いんで当てるようになります。そうすると、弱を振って、当たらなかった相手が、ステップしたところに対して下強が入ったり、弱が入ってこないなと思ってガードを解いた相手に対して下強が入ったりするようになります。で、これに関してはガードをしている相手に対しても同様です。下強の先端を当てることで相手のガードを削ってプレッシャーを与えていくようにしましょう。下強の先端であれば、反撃確定はもらわないことが多いんで、下強でできる限り相手のガードを削ってプレッシャーを与えていきましょう。相手のガードが削れていれば、そのままガードを漏れて当たることがあります。基本的にはこれを続けるだけで、空N もしくは下強での火力っていうのを稼ぐことができます。また相手を崖際に追い込むことで、回避の選択肢っていうのを削っていって有利な展開っていうのを持っていくこともできます。この他、相手が明らかにガードが多めな場合ですね、っていうのは、すかし投げ、ジャンプしてからの、空への振らずに、すかし投げ、投げを通したりっていうことも、採用していきましょう。で、これが通ると、一番最初にお伝えしていた、下投げですね。下投げからの空への高火力コンボにつながっていきます。はい。で、ここで注意する、注意すべき点としまして、ガノンを使用する上では、基本的に B 技とスマッシュ攻撃は、使用しないようにしておきましょう。B 技の、横 B と下 B っていうのが特に後突きが大きくて、外した場合に非常に大きなリスクとなることが多いです。後に説明するんですけども、B 技とスマッシュについては相手をバーストできる終盤になってからの使用となります。これはリスクリターンの、考え方ですね。で、先ほどは、空N 中心でラインを詰めるっていう話をしたんですけども、
相手によっては空エネが当たりづらい、姿勢がまあ低いまあキャラだったり、もしくは小さいキャラだったりがいるんで、例えばねカービィやピッチューとかなんかでは、空エネではなくて下鏡を中心として下鏡の先端を擦るイメージでラインを詰めると展開が良くなりやすいです。なんで空エネと下鏡を振る、まあ、頻度を、ね、反対にする感じのイメージですね。次に、飛び道具を持っている相手に対する行動ですが、飛び道具があるキャラの場合だとこちらの空炎の牽制に対して飛び道具が刺さる状況が多くなってきます。なんで、基本的には先ほどの下鏡を中心とした立ち回りに加えてダッシュガードや歩きからのガードなんかで、相手の飛び道具をしっかりとガードして下鏡やダッシュアタック DA での、確定反撃を取れるような間合いを保っていきましょう。で、こちらを保ちながらラインを削ることで、まあ、相手をねまあ、ガキ側に追い込んで接近戦に持ち込むっていうことができます。で、序盤から中盤の立ち回りについてですが、こちらは先ほどご紹介した、まあ、基本となる立ち回りと同様になります。ただいくつかご紹介できていなかったテクニックがありますので少し紹介しますね。まず、空N や、まあ、下鏡なんかで相手を浮かした場合に着地狩りとしてダッシュアタック DA を置くようにしましょう。これがもしカス当たりだった場合でも、まあ、ダッシュアタックの DA からの、まあ、空N のコンボになったりして高い火力が稼げます。次に崖を背負わせた場合ですねの、立ち回りになるんですけども、まあ、基本的には復帰阻止に行きましょう。下からであれば空下からの目で、まあ、真ん中であれば空 N、まあ、上からであれば、空上での対応になります。相手が序盤で崖を背に掴んでいる場合にはちょうど、まあのまあ、ガードが当たるか当たらないかぐらいの間合いで、小ジャンプの空 N っていうのを擦るようにしてあげてください。相手がスノバ上がりであればジャックを擦ってガード漏れっていうのを狙うこともできたりします。もし逆に、自分がね崖を背負ってしまった場合には復帰のタクを、まあ、上からの緊急回避での復帰だったり下からの二段ジャンプでのウェービー復帰、ストック差がある場合には横 B での復帰でも道連れなんかっていった形で、複数のタクを用意するようにしてください。まあ、特にガノンは復帰が弱いのでタクを散らばせるように、まあ、意識すると、戻りやすくなります。では、終盤の立ち回りに移ります。相手がおよそ 90% ぐらいですねになったら終盤の行動に移りましょう。序盤の立ち回りの空 N っていうのを、空前に置き換えて空前へのバーストを狙っていく形になります。空前からの急降下ですね、空前急降下、こちらでひたすらね空前をブンブンする感じです。時折空 N だったりとか、まあ、空後なんかを入れてタイミングをずらしていくと、まあ、当たりやすくなります。スマッシュに関しては、着地狩りを中心に解禁します。ただし上スマッシュですね、上スマッシュのみを解禁するようにしてあげてください。でここで一つだけ注意行動として、先ほどの説明とちょっとずれるんですけども、相手の目の前でスマッシュ、まあ、上スマッシュですね、上スマッシュホールドはかなり強いです。これね相手がしびれを切らしてジャンプしてしまったりすると当たったりするんですね。その他回避で打ち回避だったりとかもしくは掴みを間違えて入れちゃったりとかするとタイミングが良ければ同士打ちで当たったりするっていうことがあったりします。その他相手のシード自体がもうすでに削れている場合には割っちゃいしまったりすることも変わったりしますね。はい。なんで、相手がバースト体であれば、上スマッシュホールドっていうのも結構強いタクではあります。で、B ワードについては、序盤、スカシつかみにしていたところを、横 B に置き換えます。これは、相手の受け身状況によって、バーストが狙えるためですね。で、下 B の場合には、相手の、飛び道具ですね、を打ち消した上で、バーストまで確定するようであれば、使用していきましょう。大体ね、120% 前後になります。ヤングリンクの弓矢だったりとか、あとピカチュウの電気ショックとかかな、は確か打ち消した上でバーストまで持っていけたはずです。はい。相手が崖を掴んでいる場合ですね、序盤では、空 N で、まあ、牽制してたんですけども、終盤では、空前で牽制していきましょう。相手の行動を読んで移動先に、空前を置いておくようなイメージです。これは相手の移動回避も狩ることができたりします。で、ここで、横 B の、まあ、後の、ね、弓矢について少し触れていきます。横 B なんですけども、地上横 B とあと空中の横 B の場合に2つですね。で、それぞれの、行動パターンに対しての一覧をちょっと置いておこうと思うんで、こちら確認してみてください。まず、地上横 B の場合ですね。は、相手が攻撃上がりと受け身ミスの場合は下鏡です。で、その場の受け身の場合は横鏡。で、受け身、あと、ストー受け身ですね。の場合は、ダッシュアタック DA の読み合いになります。で、2つ目、空中横 B の場合ですね。で、相手が攻撃を起き上がり、その場起き上がりの場合は空下になります。で、内と、あと外の受け身の場合には、ダッシュアタック DA の読み合いになっていきますと。ちなみに空下が当たった場合には、空へのコンボの方に繋がっていくので、覚えるようにしてください。
では、最後にまとめです。基本となる立ち回りとして、飛び道具なしのキャラに対しては、まあ、小ジャンプクエの振りながら少しずつ相手のラインを削っていきましょう。クエの振り方は、相手の空中攻撃の出始めを叩く形の置き技です。クエの後突きは弱でごまかして、弱で届かない場合には、下強でシールドを削っていきましょう。相手のガードが多めの場合には、透かしつかみを通せると、下投げからのクエのコンボで火力を稼ぐことができます。相手が姿勢の低いキャラだったり小さいキャラの場合には下強と空 N を振る頻度を逆にして下強の牽制を中心にすると火力を稼ぎやすいです。で、浮かせた相手に対してはダッシュアタックですね、 DA での着地狩りを徹底しましょう。で、相手が飛び道具ありの場合には下強の牽制の立ち回りに加えて、ダッシュガードや歩きガードでのラインを削っていきます。で、相手の行動を制限した上で、近づくことで、下強やダッシュアタックでの範囲確定ができる場面が出た場合にはしっかりと拾っていくようにしてください。ここまでで、序盤から中盤の、立ち回りになりますと。でこの場合には、B 技と、スマッシュについては禁止です。で、終盤の立ち回りについて、終盤、90% 近くになったら、空 N を、まあ、空前の方に置き換えてバースの方を狙っていきましょう。すかしつかみのところも、横 B に変更して相手の受け身の読み合いからのバースの狙いになります。で、着地狩りの時だけ、ダッシュアタック以外にウエスマッシュも解禁してしまいましょう。はい、ということで、皆さんいかがだったでしょうか。少しでも、参考になれれば幸いです。他にもね、スティーブだったり、セフィロスの解説動画なんかも出してたりするので、よろしければご視聴いただければと思います。では、次の動画でお会いしましょう。